ブラックハンド、またはイタリア語で、マーノネーラとは単一の組織の名称ではなく、複数のギャング組織が行っていた犯罪行為の総称である。主にイタリア系の犯罪組織、カモンラやマフィアによって行われ、その主な犯行手段は脅迫行為であり、相手に金銭をねだる際に黒い手形のマークが押印された脅迫状を送りつけていたことから、 ブラックハンドという名称で呼ばれた。日本の文献では黒手組と記載されている場合もある。ブラックハンドのルーツはシチリア島に、そして1750年代のナポリン国時代まで遡ることができる。しかし、通常この組織的犯罪は1890年から1900年にかけてイタリア南部からアメリカへ移住した66万人もの。 移民たちの中から誕生した行為のことを指す。移民たちは多くが貧しい小作農の出身であり、アメリカで金を稼いで故郷へ戻り土地を得ようと考えていたが、教育の程度も低く、金を稼げるような技術も持っておらず、加えて自由環境もひどく劣悪であった。その中から手っ取り早く金を稼ぐために、いくつかの犯罪組織が作られ、そして彼らはお互いに共存し合っていた。 1900年までにブラックハンドの活動はニューヨーク、ニューオーリンズ、シカゴ、そしてサンフランシスコのイタリア系移民社会の中に広まっていった。彼らが脅迫する対象は主にアメリカで成功した同胞たちであった。多くの被害者はアメリカの法律を理解しておらず、また彼らを助けてくれるような後ろだとも持ち合わせていなかったため、ブラックハンドに金を支払わざるを得なかった。 おそらく当時のイタリア系移民のうち90%は彼らによって生活を脅かされていた。ブラックハンドの典型的な犯行を手口は狙った相手に対し殺人、誘拐、放火、または体に障害を加えることをほのめかす脅迫状を送りつけることであった。そこには指定された金額を指定された場所に届けるようにと書かれていた。また手紙には脅迫状のシンボルマークとして 煙を出している銃あるいは縛り首に使われた縄のは、そして黒インクで手形のマークが押されていた。そのマークからアメリカの新聞社によって彼らマーノネイラはブラックハンドソサイティと名付けられた。マーノネイラの脅迫状。これは二度目の警告だ。日曜日の午前10時に三番王子の二番通りの角に300ドル間違いなく置いておけ。さもなくば、 お前に火をつけるか爆弾で吹き飛ばす。よく考えろ。これが最後の警告だ。ブラックハンドのサインを記す。と書いてある。ギャングたちは目をつけた相手が金の支払いに応じない場合はさらなる脅しを行い、建物をダイナマイトで吹き飛ばすことすらあった。ブラックハンドの恐怖はアメリカ中のリトルイタリーに広がり、多くの人々はマーノネーラという言葉を口に出すことすら恐れた。 ニューヨークリトルイタリーのシチリア人、ギャング、サイエッタことイニャツヨルポは、イーストハーレム近くにあった、殺人級者と呼ばれていた場所で、要求に応じない人を絞め殺した上、遺体を焼いて処分していたことで悪名を馳せ、少なくとも六十人以上を殺害したとされるが、実際には、彼の他に、ボスのジュゼッペ・モレロの他の部下たちもこれらの殺人を、行ったとされる。脅迫状を送り付けられた者の,の中に、 当時、テノール歌手として人気を博していたエンリコ・カルーソーも含まれていた。ブラックハンドの手紙には、普段の黒い手形のマークと2000ドルを支払うことを要求する内容が書かれていた。カルーソーは、要求に屈し、要求された金額を支払ったが、再び脅迫状が届き、それには1万5000ドル支払うようにと書かれていた。このままでは永遠に金を要求されることになると、考えた。 彼は警察にこのことを通報し、そして届けるように指定された場所へ金を置き、警官らと共に相手が来るのを待ち構えた。そして現れた二人のイタリア系アメリカ人のビジネスマンは逮捕された。その後、オペラ公演の時にはニューヨーク市系のジョゼッペペトロジーの自ら護衛に当たったこともあったという。また、ブラックハンドたちはギャングにも同様の手口で脅迫状を送り、 そのまま構想になる場合もあった。また彼らは、被害者が法律の執行により身を守ろうとする場合は、暗殺という従来のギャングとしてのやり方で答えた。ブラックハンドの犠牲者となった者の,の中には、ニューオーリンズの警察署長だったデビッド・ヘネシーや上記のペトロジーノも含まれていた。また、彼らは法廷においてさえ、潜在的精進となり得る可能性のある者を脅迫していた。 1910年にルポは逮捕されて懲役30年の判決を受け、10年後に釈放されたものの、ニューヨークはすでに軍有拡挙の時代に突入しており、もはや裏社会の中心に戻ることはできなかった。その後1920年にはアメリカにおいて禁酒法が施行され、ギャングたちが密造酒で莫大な富を得るようになった。それに伴い、犯罪行為としてのブラックハンドは姿を消し、 彼らは地下へ潜って、本格的なマフィアやギャングへと移行することとなる。ありがとうございます。